現在、美大希望ですが、正直受かるか不安です。ダメだったら、地の不動産屋で働こうと思っています。浪人してでも希望の大学行くべきでしょうか？受かんないんだったら、美大はやめといた方がいいんじゃないですかね。僕、大学は行った方がいいですよって皆さんには言ってるんですけど、で、それって、大学に行った方が給料が上がるからなんですよ。ただ、美大は給料上がりません。ストレートに行って、ストレートに卒業して、普通に一般企業に入れる人はいるんですけど、美大ってこじらせて就職しない率めちゃくちゃ高いですよ。なので、働かない人率が高い大学なので、就職という意味でいくと、美大は僕はもうお勧めしないですね。